ノクさん、丁寧なお返事ありがとうございます。動画を見せていただいてね、ちょっと残念だなと思ったのはやっぱり公開限定なんですよね。私としてはね、大公開でいきたいと思いますので、私の返信はちょっとね、ノクさんのパーソナリティに配慮しながら公開でさせていただきます。ご説明ね、よく分かりました。いろいろと私もこう見えてくるところがあったりとかね、あと私はやっぱりね、こうサービス使いたいなっていう風な好奇心がまだまだ高いんでね、ですからビジネスプランとかになってくるとなんかね、頭痛くなっちゃうみたいな感じでね、これはね、多分これで資金を稼ぎたいんだっていうマインドの人も、まあ、多いと思いますけども、このサービス使ってみたいなっていうところからはね、まず商品が私はね、やっぱコアにあるんですよね。まあ、ですんで、この今回のサービスね、これは非常に興味深いなと思いますけども、あくまでも個人で使ってみたいっていうのが今のところボリュームが大きいんですよ。でこれを人に知らせたいなとまではね、あんまりまだ思わないんですよね。ただ人に知らせることによって、多くの人がもしかしたら新しい可能性ですとかね、ビジネスに生かしてみたりとか、資産構築になっていくんだろうなっていうのは分かりますんで、これはね、その考え方を止めてるわけではありません。今私ね、個人的な好奇心の方が結構強いんでね、このサービス使ってみようかなっていうところで、まあ、ああいった形の質問になりました。まあ、ですんでね、そこから発生して、例えばまあ、他の方がいるじゃないですか。その何、実績を出されている方とか、儲かってる方、すいませんけどあんまり興味ないんですよ、儲かってる方。儲かってる方に興味があるんじゃなくて、困った人が助かってる例をね、たくさん知りたいなっていうところがあったわけなんで、今回参加させていただいた勉強会の中には、それがちょっと私的には拾えなかったなってところもあります。でもだからといって落胆してるわけではありません。全然このサービスが有益であるってことは分かりますんで、これに参加することはね、参加するので、もう私もね、間違いないと思うんですよ。まあ他にもいろいろとお話ししたいことはあったんですけども、何分ね、ガタついちゃって本当に申し訳なかったです。私よりも遠方から会場に来てくださったノクさんに対してね、なかなかちょっと お好み焼き一緒に食べることぐらいしかできなくて申し訳ないんですけども、ただやっぱりこうやって動画のやり取りしてるとね、なんかこのいいですね。これからも仲良くしていただけるんだろうなという気はしますし、ビジネスを通じて、まあビジネスっていうか、私は今回サービスですね、サービスを通じて共感できるところもあると思うんですよ。だからね、まだね、私はこのね、多分多くの方と逆なんでしょうね。儲けるためにこれをやるっていうんじゃなくて、サービス使いたいからやるっていう、どっちかというとユーザー目線なんでしょうね、今のところはね。もちろん私ビジネスが苦手だからそういう風になってるわけではなくて、逆にビジネスが結構ね、自分なりにできてるから、あんまりその将来の利益に焦ってないっていうところなのかもしれません。ただね、やっぱり将来的に安心できる収入源があるといいのは確かなんでね、これは いくらね、 FX が得意になっても、無尽蔵でお金が稼げるようになっても、別に興味を失わないところだと思うんですよ。まあ今のところ私はね、このサービスがものすごくいいなと評価してますし、評価が高いがゆえに、ビジネスにしなくてもこのサービスだけ受けときゃいいわみたいなね、そんな思いが強くてね、ちょっとまあいろいろと齟齬を生んでるかもしれませんけども、ただね、これからビジネス的な視点もどんどん追求していこうと思うのは、それは別に全然否定しないところでありますし、むしろね、ビジネスが大好きな私としては、こういうことをね、考える頭のいい方がいるんだなとかね、それについていく先見の明がある人いるんだなっていうのはね、羨望の眼差しで見てるところがありますし、そのチームに参加できる喜びにも打ち震えております。ノクさんね、これ本当によく、こういういいのを選ばれたと思いますんで、まあ結果は分かりませんけどもね、乗るか反るか分かりません。今まで成功してきた方も、その成功に、次のチャレンジがね、活かせるかどうかっていうのは本当に未知数なんですけども、ただこういった素敵なね、チームに入れることってのは、ノクさんもやっぱりね、人生振り返った時に、よくやったって自分を褒めてあげたくなるような、そんな選択だったんじゃないかなと思います。やっぱりね、私もね、そのネットで検索をね、ほとんどしないんですよね。このネットではいろいろあることないことを書かれてるっていうことだったんですけども、私ね、全然そういうの調べないんですよ。いわゆるこのノクさんの YouTube 見るのも、ネットに書かれてることの一部っていうふうに言ったら言い過ぎかもしれませんけども、私の発信も結局ネットで書かれてる無責任な情報っていうふうに、ね、捉えられちゃうこともありますんで、私はノクさんとの関係によって、もう完全にね、ノクさんが選択したものに対してすごくフラットにクリーンに見ていくことなんで、他の人の意見は全く必要としてないんですよ。そういう意味で高い実績を出された方の話もそれほど興味ないんですよ。ノクさんから思いを聞けば十分ということですんでね、まあそういうふうに私は思っていると、ノクさんに対してものすごく強い
信頼を抱いているということでございます。その上で最終的な判断を私しますんで、ノクさんに責任を課すことはありませんので、ね、それはもうね今更言うことではないと思いますけども、お互い分かっていることですよね。いやどんな道がそこに待っていようと、なんか楽しいね旅を一緒にしてみたいと思っております。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ノクさんね、よかったですね。また新垣君にもいろいろと交流を図っていただければ幸いです。それではありがとうございました。